おはようございます。じゃあ、こんばんはかな。I7NZVJ です。なんとですね、今回、チャンネル登録者数を確認するとですね、60人出たんだよね。60人。ありがとうございます。こんなに増えます？ 60って書いてあるよ、ここに。60。いや、すげえ。本当ありがとうございます。60人ってさ、ねえ、なんだろうね、すぐ思いつかないけど、まあ、バスにギリギリ乗れるぐらいの人数でしょ。すごいですね。バスツアーできるじゃん。やんねえけど。まあ、採算取れるのはやるんですけどね。まあ、で、今日もまだ3分くらい話してますよ。でね、何を話したらいいかな。しかもこれ、見てくださいよ、これ。48時間でね、1195人、もうね、見てくださってるわけですね。これはね、1000人超えるのはね、初めてじゃないですかね。1005とかあったかもしれないけど、1196になった。増えた。6になった。増えた。1196。ね。ということでね、増えまくってます。マジで。ありがとうございます。何がこれすごいかって言うとね、このね、ジョジョの奇妙な冒険の、この第5部ね。これが、最近伸びてるんですね。2100いっちゃった。でね、何が伸びるかってわかんないですね。もうちょっとなんか5部やってる時にやればもっと伸びたかもしれないんだけど。で、あとね、この古畑任三郎のね、テーマはね、弾いたんですよ。弾いたんですよ。たださ、これはいつ弾いたの？これ7月？うん、違う。5月の6日か。で、その時弾いてて、普通に僕はこの曲いいねって思うから弾いたんですよ。で、弾けたら面白いじゃんっていうので、簡単な弾き方って出したんですけど、まさかさ、主演の方がさ、ねえ、まあねえ、そしたらさ、まあ、そっからまた伸び始めたっていう、再生回数が。っていうのがあるんでね、わからんもんだね、動画っていうのは、いつ伸びるのか。まあ、流行りを抑えて動画を投稿するってのは大事なんでしょうけどね。それが難しいんですよね。2分経っちゃったもん。何喋ろっかな。っていう感じでね、まあ、結構伸びてるんですよ。で、一方でね、車のレースゲームの方はね、伸びませんね。やっぱね、当たり前だけど。ただ、ハッチ乗せたってね、そんなもん誰も受けやしねえんだと。というかね、この動画チャンネルはね、やっぱり演奏系がね、伸びるんですよね。でもね、昼、あのさ、平日とかさ、夜中にさ、楽器行くとさ、うるさいって言われるからさ、投稿できないですよね。で、休み日になっちゃうんですよ。で、休みの日は休みの日でね、ネタがね、ないなとか言って考えてたらね、また日が暮れちゃってね、あんま弾けないなってことがあったりしてね、なかなか投稿できないんですけど、それでもそれなりにいろいろ挑戦しつつ、楽器も吹こうと思ってるんですよね。だからこれからもちょっと見てくれたら嬉しいなと思います。最近ちょっとね、再生数伸びてきてるんでね、この調子で頑張ろうと思いますよ。ということで、ありがとうございました。また今度ね。